原宿の街。69まで行こうとしたから、俺の前は64があってくれてありがたいって太陽みたいな気持ち生きさせるものが多分もうゴールすることがゴールになって何のために相撲取ってるのか分かんない。すごい。石笠麻子、千葉市花見の出身、大野松部屋。東方西郷、埼玉県深谷市出身、錦戸部屋。スタッフ以外でさ、毎日絶対会ってた人、お父さんの話も絶対いるなって。そう、売店のおばちゃんだってシフトで休んでる。そうだね、審判部の親方かお父さんか。審判部はもう確かにね、確かに絶対毎日のお父さんかも。逆にこの2人を知らなかったと思う。緑は今日やな。